秀子。楽屋の空気が悪いんだよ。熱気がこもって息苦しいっていうか。なんだよ、お疲れ様の一言ぐらいないのか。ま、今の俺の実力じゃ準優勝が精一杯ってところだな。強がってるわけじゃない。優勝したやつの一瞬で会場を虜にした演奏技術。ああ、それにあんな軟体動物みたいにくねくねしたパフォーマンス、俺にはとても真似できそうにない。どう、時間だ。それじゃ閉会式で笑い物になってくるかな。見てろよ、次は俺が笑ってやる。